シュタラ千住丸の挽回がヤバすぎる。千年決戦編アニメ第2クールで判明したシュタラ千住丸の挽回が強すぎました。挽回、茶脱からがらしがらみの辻、巨大な食器を背後に出現させ、そこから乱される反物が周囲を覆い、特殊なフィールドを生成します。その後、千住丸の栄翔とともに反物から乱される能力で対象に攻撃するのですが、アニメでは親衛隊それぞれに異なる攻撃を繰り出しておりました。その様子から、茶脱からがらしがらみの辻の能力は大きく2つの説が有力視されていて、1つ目は弱点特攻、対象の弱点を突く能力を持つ反物を作り出し攻撃するという説となります。千の手を持つと評される千住丸、視界が針の形をしており、針は何かを計測解析する道具でもあることなどからそう言われております。2つ目は未来の運命を縫い付ける。親衛隊に繰り出した攻撃を見ると、リジェンは反射、ジェラルドは氷付けなど、後に描かれる彼らの死因に似た攻撃が見られることから出た説となります。運命の赤い糸という言葉があるように、神話などでも糸と運命は関連付けされることが多いことなども根拠の一つになっております。非常におしゃれであり、僕のチャンネルでは多く支持されている考察でもありました。この2つ以外には、強弱みたく概念系の挽回などが見受けられました。皆さんはどう思いますでしょうか？よかったらコメントを教えてください。親衛隊ここからどう逆転するの？